皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は、リビング企業アカデミーってどんなところ、どんな講座があるのということについてお伝えしたいと思います。初めて自宅教室開業される方っていうのは、何から始めればいいのかわからない、あとは実際にそれをどうやったら成功させることができるのかわからないという方がたくさんいらっしゃると思います。そんな方に、私の方で用意しているのが、メイン講座がリビング企業アカデミーというものになるんですけれども、そちらの方の講座と、あとそれ以外にもいろいろちょっと特徴がある講座がありますので、そちらをご紹介していきたいと思います。まずリビング企業アカデミーの特徴、強みっていうのがですね、教室のウェブ集客に必要なことを、私高橋貴子ですね、一人のコンサルタントから全て習うことができるというのが一番大きな特徴です。なぜそういう話をするのかというと、通常はですね、例えばウェブホームページ作るとかですね、あと写真を習うとか、あとコピーライティング、ブログの文章の書き方とかっていうことをやっていくときには、それぞれ の特化した先生のところに習いに行かなきゃいけないケースが多かったりします。で、それを私の場合には全部一箇所で私が教えるということでやっているので、体系的にトータルに学ぶことができるというのが一番大きな特徴になります。で、私がもともとインテリアコーディネーターだったこともあって、デザインとかそこが得意であるということと、あとはビジネススキルですね、実際に営業事業部長だったっていう、そういった数字を扱う部門にいたっていうこともあって、右脳と左脳をバランスよく使うカリキュラムになってるっていうのが、一番大きな特徴になるので、トータル的に初めて、教室開業をしたい人には、一番おすすめしたいのは、リビング企業アカデミーっていうこの講座であるっていうことがまず一つです。なので、そのおすすめの講座は6ヶ月で、集中的に学ぶのがリビング企業アカデミープレミアムという講座になっています。で、その他ですね、すでに教室は開業しているんだけれども、やり直しをしたいので、そのあたりの相談を中心に特にお願いしたいという場合には、月額制の会員コンサルティング、メガミのティーサロンというものがありまして、そちらの方から入られる方もいらっしゃいます。こちらも全部で11個ぐらいのプログラムが用意されていますので、イベントの中でメンバーと交流していくということもできます。あとですね、教室の集客のオンライン講座です。私がですね、出版して出した本がありまして、しっかり稼げる自宅教室開業集客バイブルっていう本があるんですが、そちらの本のノウハウをさらに詳しく、初心者で、もう分かりやすくまとめた動画があります。オンラインで、1日、5分2ヶ月で学ぶことができるっていう、そういった内容になってますので、まずはいきなり教室に来るのがちょっと不安かな、自分できるかなというふうに思う方は、このオンライン講座をご利用いただければと思います。で、さらに、まずは単発のセミナーをちょっと聞いてみたいという方には、1日の集客セミナーがあります。アカデミープレミアムの内容をギュッと1日に詰めた、だから概要が分かるっていう内容にはなるんですけれども、ギュッと内容を濃く詰めたものがあります。で、そのダイジェスト版をご参加していただいて、まずはどんな風に自分は教室をやっていきたいんだろうということを考えていただくきっかけになるような、1日で参加できる集客セミナーというものもご用意しています。以上が一応現状ですね、ご用意しているような内容の各種講座になりますので、また自分がどんな形で参加するのがいいんだろうかとか、ご質問などはメールからでも、あと LINE アットからでもですね、1対1のトークの方からお気軽にお受け付けしておりますので、こちらもご活用いただければというふうに思っておりますので、ぜひ、お問い合わせしてみてください。それでは。